石栗達夫は日本の騎手、長教師。1951年に国営競馬で騎手デビュー。1959年に引退し、1965年より長教師。主な管理場には1980年秋の天皇賞に優勝した牝馬プリテイキャストなどがいる。また横山則弘は文下生である。2000年に定年引退。 日本中央競馬会長教師の石栗達彦は、長男。1928年、北海道札幌市の商家に生まれる。取り立てて競馬に興味を持ってはいなかったものの、奇襲見習いとなった友人に誘われて、競馬場に出入りを始め、馬に引かれていった。太平洋戦争中には、遠慮作業で農工場を扱っていた。1945年に、 旧制北海中学を卒業し、1947年秋に、冷えたたらいのもとへ、機手見習いとして入門。冷えた門下のヤクラ玉尾が事実上の師匠となり、1950年にヤクラが自身の旧社を開業するとそちらへ移った。翌1951年に機手デビューしたが、機乗機会は少なく、また当時の旧社社会では、 珍しい旧政中学出身という経歴もあり、事務関係の雑事を他級者の分まで一手に任されていた。こうしたこともあり、本人は、騎手時代にあまり良い思いではないと述べている。騎手成績は、日本中央競馬会が発足した1954年以降で19戦、0勝。1956年発行の 騎手名館では92戦3勝という成績が残っている。1959年に矢倉球舎の調教助手に転身する。1964年に一度調教師試験に合格したが、管理馬房に中山競馬場、白井文場が当てられると知って辞退。翌年再度受験して合格し、希望していた東京競馬場で球舎を開業した。 1971年、力士賞が玉椿記念を制し、管理場の重賞初勝利を挙げた。1974年には管理場インターグッドを、用して、東京優勝に臨んだが、同馬は、コーネルランサーと激しく競り合った末に花さの赤敗を、喫している。1980年、天皇賞に出走した頻馬、プリテイキャストが後続に一時100メートルの差を、 つけるという大逃げからの勝利を挙げ、石栗も八大競争初制覇を果たした。同馬は、当年の最優秀古品馬に選出された。1988年末、横山のりひろの重賞初勝利となった、ウィンターステークスが石栗にとっては、最後の重賞勝利となる。1997年からは、中央競馬史上4人目の女性騎手、板倉真由子が門下生となっている。 2000年2月をもって、定年により調教師を引退。調教師通算成績は4662432勝、うち8大競争1勝を含む、重賞11勝。出展、日本中央競馬会ホームページ、引退調教師名館、石栗達夫。括弧内は石栗管理課における、優勝重賞競争。太島8大競争。出展、 日本調教師会50年史208ページ調教師騎手系統図ありがとうございます